まあ、ありがとうございます。お、さあ、無事改札もくぐったらちょうど電車がやってきましたね。貝塚駅になりまして、あ、今日はもう落ち着いたもんですよ。で、まずは最初にどこだったっけ、石材か、石材にまで行きたいと思います。車両も、あ、今日はもう車両も貸し切り状態だ。こんな書き方なんですよ。それぞれの駅の時刻表が書いてあるんです。よくあるのはこの手のやつだと、駅ごとにずーってね、その列車の本ごとに書いてあるのが多いけど、へー。で、今だと次が9時51分ですね。昨日のことね、本当打って変わって、もう今日車両貸し切り状態ですからね。これは今日やっといてよかったって。で、今日のうちにちょっと、ね、車両の感じとかちらっと映しておきましょうか。こんな感じで、何回の報告も入ってた。こんなね、当時、重力同士のやつをね、した、なんか結構いろんなパターンがあるみたいですよ。で、面白いのが、一番前が出口で、一つ後ろが入り口になってるんですね。よくあるのは両端がね、入り口と出口とかで、真ん中が塞がる、どこだったっけ、伊賀鉄道さんとかね、そんな感じですけど、じゃなくて、一つ後ろ、真ん中の3扉の真ん中が入り口になって、前の2つがっていう方式なんですね。まあ、これだとあれでしょうね、安全確認もしやすいんでしょうね。なんか当選としてはあれかもなーっていう気がしますけど、でも多分でピークの時はもう全部開けて、貝塚とか水間観音とか名越でもはやってるのかな、うん、とかっていうような感じで、あ、設置後でやってるのか、っていうような感じで、その大量輸送にも対応してますよっていう感じだし、で整理券取ったりとかね、 IC カードはこれ使ってきて、でもうここでピッとしたらできるよっていう形になってますね。ですから JR に近い形かな、 JR 西日本みたいな感じのイメージでいいのかなと思います。こうして見てみると、まあ、機能もね、いろいろとさせてもらいますので、まあ、面白いですよね。あ、でもあれか、車椅子対応のやつですね。千円札ね、ですから2000円とか5000円とか1万円札は使えない。それはね、注意しかないといけませんね。あとは、あ、これ機械がありますけど、これの機械でチャージができるってことらしいですから、そこだけはね、あらかじめちゃんとチャージをしておいた方がいいです。まあね、セブンイレブンとか、観音駅の前だとちょっとチャージできるとこがないんで、貝塚駅とかね、南海の貝塚駅とか、あっちの方でやっておいた方がいいのかなと思います。で、これが行くから、一押しでね。今、私も、このカメラね、買ってきました。それでね、ここね、いいことが起こるんじゃないかなと思います。どうですか？誰か同じようなこと考える人いるかなと思いますが、見てくださいよ。間違いなく、今日、ね、撮影をやろうなんてのは、私だけです。改めて見ると、こんな服着てとかもあるんですね。で、とりあえず石材まで行って、石材から歩いて、貝塚まで行き、で、帰りのちょっと予定また考えながら、帰りはね、三ヶ山口か、もしくはもう前の道ね、ずーっと歩いて、昨日の大桑があったね、通りの方ね、あっちの方に出た方が、だったらそうか、ショートカットできる道あったな。あっちから回った方がいいですね。さっきの道はちょっと歩くのにはちょっと狭いですよね。貫通路は広いですね。あ、こっちの人はちょうど座ってないからこんな感じでね。あ、そうか、
石材で降りるんだから前の車両にというところ行きはするんですけど、まあ昔一度貸し切りですからね、住んどったかね、すいませんってね、すいませんって通ってかないといけないからあれですけど、この感じやったら大丈夫でしょ。よし、飛んできたら司令と前の車両に行くぞ。なんでしょうね、こんなね、周りもみだなんかいっぱい飾ってあるんですよね。あの酒屋さんに飾ってあるようなあれかな、でっかいのが一枚にありましたけどね、こんなところに引き込み線みたいなのもあるんだ。これはあれかな、なんか保線車両とかそういうのを入れとくやつなのかな。まあ全然あんまり使ってない線路みたいにも見えますけど、でないとだってそこから追い返さないといけませんからね。1両編成の電車でもまあまあきついですよね。まあ、きっとちょっとした保線車両が入ってるんでしょうね。改めてこうやって見てみるとですね、これが完全に陶器のマーク隠したような感じのね、あれです。水も滴っておりますね。で、そのラインカラーとかがね、青色やから。ね、このパッと見の、この前面の見た目、やっぱあれですよね。あの、地下鉄の鶴舞線に見えますよね。あの、昔走っとった車両ね、鶴舞線の開業当時に走っとった車両、こんな感じでしたよね。なんかちょっと資料、参考資料探してきときます。うちの動画でも、あ、一回ちらっと乗ったことあるから、どっかいないかな。もう完全に今日は地元の方だけで、もう私がちょっとお邪魔してますって感じですね。で、待合所ももう今日は空いてますね。ちょっと涼しかったですもんね。ここにもいろいろと飾ってありますね。カバン置いたままやってますからね。まあ大丈夫です、この感じでしたかね。リスクマネジメントっていうものにおいて一番大事なのは、ね、取られないようにしっかりと持つというのも大事ですけど、そもそも取られるような環境じゃない環境を作るっていうのもね、非常に大事なことです。まあここでしたらね、そんな置き引きもひったくりもない感じですからね、今のところ平和です。とりあえず出発まで待ちましょう。